お前の3万円もしかしたら6万円こんにちは。はい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！フォートナイトのキッズたちってお年玉何に使うのかなっていうのがすっごく気になったのね。それをコメント欄で聞くのはいいんだけど、シンプルにフォートモでフォトナキッズたちが一体お年玉を何に使うのかっていうのをリサーチしていこうかなっていう。もしもし。はい、こんにちは。こんにちは。私はリケンと申すんですけど、 YouTube で生配信今しててフォートナイトインタビュー調査ってのをやってるんですよ今。あはいはい。今回のお題はなんとあなたのお年玉事情についてです。イエーイ。えってこと、お正月が来るじゃないですか。あなた今何歳かとか言えます？11です。11ってことだ。お年玉もらえる年ですね、はい、お年玉だいたい毎年いくらぐらい相場でもらっていますでしょうか？だいたい2万円ぐらい。おお、まあまあ普通の金額。今年はどうでしょうか？収額は多そうでしょうか？うん、まあ普通です。だいたい多分今年も2万円もらえると。はい、なるほど。じゃあその2万円いつも何に使ったりしてますか？課金とか大体そんな感じ。フォートナイトに課金ですか？まあはい、そうですね。今年のそのにもらった2万円もまあ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 、はい、課金で2万円全部課金で使うんですか？全部ではないですけど、まあ、はいはい、1万円ぐらいは。1万円ぐらい。残りの1万円は何に使うんですか？貯金。あ、貯金するの最近の子って。はい、はい。そうなんだ。え、周りのみんなっていくらぐらいもらってる？俺よりは多分多いと思います。じゃあぶっちゃけいくら欲しい？はい、まあ4万円ぐらい。倍は欲しい。倍ですね。倍は欲しい。なるほど。じゃあ1人目は課金ということで、はい、じゃあ一番大好きなフォートナイト実況者誰ですか？まあレイさんと、まあアリケンさんですかね。お前俺のこと好きなん？はい。じゃあレイさんと俺どっちかって言ったら、うん、アリケンさん大好き。ありがとうございました。ありがとうございました。お、なんか 1v1 の縛り飛ばされたって。ちょっとなんでなんでや、なんか 1v1 一戦だけやる。じゃあ3本選手な。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今 YouTube の企画でフォートナイトのやってる子たちは、はい、お年玉いくらぐらいもらえるのかなっていうのを調査してるんですよ。はい。でぶっちゃけいくらぐらいもらえますか今年？合計2万ぐらい。2万円ぐらいもらえる。その2万円を何に使いますか？え、あ、アリケン、え、アリケンさんですか？違いますよ。え、違いますよ。お年玉、毎年2万円ですか？あ、だいたい。何使うんですか、お年玉いつも。なんか、プロコンとか。プロコン、あ、コントローラー系ですか？うん。でも2万円も使います？コントローラーで。まあ他にお母さんに預かってもらうとか。ああ、やっぱお母さんに取られるんだ。じゃあ一番好きなフォートナイト実況者は誰ですか？実況者アリケンさんとか。ああ面白い。お前一番俺？一番俺？あ、はい。じゃあ君のお年玉が2倍になる呪文かけてあげるね。いくよ。お年玉ドーン。よし、これで2倍になるから楽しみにしといて。あ、はい。どうもー、こんばんはー。喋れますかー？こんばんは。僕アリケンって名前で YouTube で今配信してるんですけど、知ってますか僕のこと？あ、知ってます。知ってますか？見てますか今配信？あ、見てます。あ、見てますか？はい、ですね。じゃあこちらへどうぞ。それではまず一番最初、簡単な自己紹介などをしてもらってもいいですか？年齢は12歳で小学6年生です。名前はソラチと言います。はい、ってことで、リスナーさんということで、はい、で今私が今何の企画をしてるか分かりますね？お年玉。そうです、そうです、そうです。お年玉なんですけど、はい、ぶっちゃけ多いですか少ないですか？いや、多分少ないと思う。あ、少ない。まあでも12歳、はい、小6だろ。まあ小6だったら1万円前後じゃないのかな。だいたいいくらぐらいもらってますか？
前は2万円。お前めっちゃもらっとるやねえか。お前2万円もらってんだ。じゃあ今年も2万円もらえるの？年が上がっていくごとにもらえる金額が高くなっていくんで、今年はちょっと楽しみです。あ、6年生。まあでも確かに節目だもんな、中学生になる前の。一体ワンチャン3万円ある？あるかもしれないです。おお、じゃあもう楽しみでしゃあないや。お前はい、楽しみです。去年の2万円は何に使ったの？全部映画とか見に行ったり、友達との遊びで使いました。あー、いい使い方してるじゃん。課金とかはしてないんだ。じゃああ、はい、知ってません。あ、そうだ、ちょっとだけ知る、ちょっとだけ知る。ちょっとしました。ちょっとじゃあ、でも大体遊びに使ってるんだ。はいはいはい。あー、いいね、いい使い方してるじゃん。じゃあ今年の3万円は何に使う？もし3万円だと仮定して、振り分けを教えてほしい、3万円の。今年はちょっと今 PC でやってるんですけど、いいキーボードとかを買ったり、まあ、あとは遊びとか。に使っていきたいかな。キーボードなんてな、もう賞味全部一緒だぞ、マジで。今のキーボードで不自由なことないでしょ、絶対。確かに。だろ、あんまりキーボードにお金使うな。ただまあ見た目がかっこいいってだけだけど、あんまり俺はおすすめしないぞ。なんだったらマウスに金かけた方が多分変わるぞ。はいはいはい、マウスに。あ、マジっすか。マウスの方がいいぞ。あ、オッケーっす。そうそうそう、ありがとうございます。今年はどんな1年だった？今年は大変でしたね。大変だった。どこら辺が？どう大変だった？小学生ってなんか児童会の会長っていうのがあって、その、それになって。児童会の会長になったんか、お前。はい、なりました。それすごい偉い役職じゃないの、それって。あ、そうっす。学年委員会とかそういう感じのやつ？多分そうっす。あー、そうなんだ。上の方なんだ、じゃあ児童委員は、はい、え、君、はい、頭いいじゃん、もしかして。算数はいけます。算数、なるほど。何点？最高点数何点？100点です。うえー、もう1個前のテスト、1個前の冬休みになる前のテストに100点取りました。うおー、お前めっちゃ現在進行形で頭ええよ、お前。やっぱ勉強好き？勉強はちょっと好きじゃないです。いや、でもな、教えといてやる。勉強ができるやつがこの世界を牛耳ってるんやで。そうなんですか。お前も牛耳られる方じゃ嫌だろ。はい、牛耳ってこうぜ。もう小6から勉強ずっとすれば絶対頭良くなるから。俺は、あ、マジですか。勉強が大事だなって気づいた時21歳だったから。どうしようもない時に、あ、勉強が大事だったんだなって気づいたから、小6でその答えを知ってるってのはすごい。マジで勉強だぞ、この世界は。学歴第一だぞ。 ありがとうございます。これマジな。勉強しなかったら、はい、マジ分かりました。本当にやばい人生が待ってるからな。分かりました。で、ゲームなんてお金持ちになった後にいくらでもやれるから。はい、そうそう、勉強するやで。分かりました。じゃあ来年は、ありがとうございます。来年はどんな年にしたい？来年はまあ楽しいことを増やしていきたい、うん、ああいいね。いろいろ挑戦していこう。じゃあ挑戦の、はいはい、挑戦の2023年だな。じゃあ今2022だっけ？今、え、今は2021年です。あ、じゃあ来年じゃあ22年は挑戦の年ということですね。はい。ほらな、勉強しないとな、今年が何年かも分かんなくなるからな。そうですね。うん、そう、うん。よし、じゃあここに、じゃあお前のお年玉が3万円、いや6万円になるようにお持ち代かけるな。はい。できたら笑ってほしい。嘘笑いでもいいから。 いくよ。はい。お前の3万円もしかしたら6万円勉強できるこの年で大人になったら天才。6万円6万円絶対もらって遊んで、若いうちにたくさん遊んで友達たくさん作れよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございます。頑張ってね、勉強。はい、頑張ります。勉強頑張れよ。はい、ありがとうございました。友達大事にしろよ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでこんないい子ばっか来るんや。もう嫌や、おじちゃん。もうおじちゃん嫌や、こんないい子ばっかで。いや、次どんなやつが来るんだろうな。あ、こんにちは。大丈夫、大丈夫。落ち着いて、どうした。大丈夫。どうしたの。落ち着いて、しゃべる。いや、ちょっと大ファンなんですよ。なに？大ファン？はい。そうなんだ。じゃあ一回落ち着いて。一回座って座れる。じゃあお名前をどうぞ。ハルトです。どやー。おお、頭おかしいやつか。じゃあ何歳ですか？5億8000万歳です。5億8000万歳。すごい、もうほぼ不老不死ですね。じゃあ僕今 YouTube で配信してるアリケンって言うんですけど、僕のこと知ってます？知れねぶ。や
べえやつだ。今日のお題はお年玉なんですけど。お年玉？クリスマスラプー絶好調。今年のお年玉はいくらぐらいもらえそう？金のインゴット5トンです。金のインゴット5トン。だいたいいくらぐらいなのそれ？いやまあ5円ぐらいですかね。5円か。じゃあそのインゴット5トンで何買いたいの？ウームの株を買ってウーム買収します。ウームを買収するの？今年はどんな年でしたか？今年は、あ、言いたくないっていうことですか？じゃあ来年はどんな年にしたいですか？未来羽ばたけ、私はフューチャー。頭おかしいですね。じゃあ君のお年玉が倍になる魔法をかけるからここに立って。じゃあ行くよ、ちょっと待ってね。どれにしようかな。じゃあ君のお年玉が倍になるように、じゃあ歌いたいと思います。いきます。君のお年玉30倍、君のお年玉30倍、お前は頭がおかしい、お前のお年玉30倍。いやちょっとアリケンさんのファンなんですよね。じゃあファンならさ、ちょっとお願いしたいことがあるんだけどさ。はい。ここでマッチしたふりしてさ、おいおいおいアリケンさんどうやーみたいな、あの頭おかしいふりしてくんない？あ、いいですよ。あ、じゃあじゃあいくよ。いいのかお前こんな頭おかしいキャラで。いいのか？いや大丈夫です。大丈夫だから。ありがとう。普通に喋るか、普通に喋ろっかじゃん。はい。いくらぐらいもらえるの本当は？本来は。本来5万円ぐらいです。5万円だいぶもらうね。超もらってる方じゃない5万円って。でもまあ今年、集まりあるかわかんないんでちょっと不安ですね。なるほどね。去年は何買った？去年プレステ5です。あ、プレファイ買ったんだ。はい。用途に入ったの？あ、じゃあ今プレステ5でやってんだ。はい。あ、いいじゃん。そうなんだ。じゃあ一番大好きなフォートナイト実況者は誰？分かってるよな。俺のことが大好きって言うなら分かってるだろうな。ここで誰を言えばいいか分かってるだろうな。いくぞ。じゃあ一番大好きなフォートナイト実況者誰？ボブくんです。はーい。はい、これで動画が、今これで動画が絶対終わったから、これで、これで動画が終わったら、ありがとう、協力ありがとう、協力感謝する。ありがとうございました。でも本当に好きなのは、アリケンさんです。いい子。